阪神梅野龍太郎、山下俊平太から同点だ。阪神梅野龍太郎捕手32が開幕直前に復活を印象付ける同点的自打を決めた。3番捕手で先発出場。0-1の4回、先頭の島田海里外野手28が右翼線へ二塁打で出塁。1-4走者3塁でオリックス山下俊平太投手21の150キロを中前に弾き返した。梅ちゃんにタイムリー出たんやら。村上糸正も良さそうなのと、梅ちゃんのタイムリーはでかいな。梅ちゃんタイムリー打ったんか。ええー、な。小野寺も三塁打は素晴らしいです。ピッチャー陣もええね。ペータから梅ちゃんがタイムリー打ったから、正捕手は梅ちゃん。150キロ中前に弾き返した。お、直球かよきよき。P 山下俊ペータ、島田二塁打からの梅のタイムリー。ええやんええやん。梅の、今年は期待してええんか。同点した。打点もついてるやん。打ってる。梅ちゃんは頑張ってる。ええやん梅ちゃん、ほんまに頑張ってるやん。なんかもう、怪我してたんかってレベルで普通にマスクをかぶってるもので、2枚看板は大丈夫そうだ。ギリギリ間に合ってよかったわ。梅ちゃん坂本くんどっちもいてもらわなければ困る。無理はしてほしくないけど、いないと困るからね。まずはカード1試合とかで良いんで。梅ちゃんも存在感見せないとレギュラー取られてしまうからね。梅ちゃん復活やな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。